はい、どうも皆さんこんにちは、のです。今回ですね、公式サイトの方を見てたら結構いろんな情報が出てたんで、まあ最新情報について、お伝えしていきたいなと思います。じゃあまず古い順から、こちらですかね。5月号、V ジャンプの5月、特大号に身勝手の極意、極みの、孫悟空の付録がついてくるっぽいですね。でこれね、かなり強いですよ。3ラウンド目以降アタック化にするとで、カードアクションが発生する。まず3ラウンド目ですね。成功すると自分のパワーとガードが永続で3倍なり、必要な時に関係なく必殺を発動可能になる1回限りですね。で、パワーガード3倍に加えて、3ラウンド目開始自分のパワーとガード永続で2倍になるですね。はい、なので2、3が6倍、パワーとガードが、アップすると。はい、ここにも書いてありますけど、パワー11400、ガード6000で、これってチェンジした後の数値なんですよ。なんですけど、ここからさらに、真の実力で2倍になるので、ガード12000の、パワー25000ぐらい、そんな感じになるカードですね。で発売日3月、20日火曜日の、550円。はい、いつものやつですね。はい、これもね、カードデザインもすごいんですけど、やっぱカード性能もね結構気合入ってて、銀利の一線が、まあここが5個なんですけど、必要な時関係なく必殺発動可能なので、万が一エナジーなくても必殺は、打てると。はい、かなり使いやすいカードですね。それの次でこちらですかね。サイヤの日限定で、軽減値プラス318。これがですね、多分1日限定のって書いてあるんで、毎回もらえ、あ、違う、マジか、ボーナスの受け取りは1回限りなんですね。ちょっと残念だなこれ。いや、ワンプレイずつこの318入るのかなと思ってたら1回限りなんですね。いやーマジか。いやー、だったら31800でもよかったんじゃないかなこれ。マジかマジか。で、次がこれですね。豪華ボーナスをつかみ取れ、ユニバースビッグルーレットと。100円ずつ次、1回ボーナスが発生と。3月21日、水曜祝日から4月8日と。もう春休みフルで、なんていうか学生春休みフルに狙った感じの企画ですね。ビッグルーレットの遊び方は、ライセンス使用時に、100円入れてゲーム終了、終了後にルーレットが発生と。で、もらえるボーナスが、経験値15、20、25、30、300ときて、ルーレットボーナスアプリ、シェンロンメダルが1枚から5枚。いやーマジで、いや、すげえなこれ。あー、でも多分めったに当たらないやつですね。このルーレットボーナスアプリとこのシェンロンメダルがまあ大当たりだとして、多分ほとんどがこれで、まあ当てる方法はあるんですかねこれは。ただ、シェンロンメダルって1枚につき、ドラゴンボール7個必要なんですよね。まあそう考えるとね、35個分の価値があると。いやーすごいなこれ。で、ルーレットボーナスアプリが1ラウンド目開始時、敵チーム全員の与えるダメージ 30% ダウン1ラウンド限りと。ね、1ラウンド目開始時、敵チーム全員の与えるダメージだから、まあダメージを 30% 減らすっていうよりかは、 30% を与えるダメージ下げた方が、まあ対策的には、使いやすいのかな。ね、ベビトラとかで、防御無視で、防御無視っていうか、ヤムチャのロックオンとかで無効化はね、あれはされやすいんですが、まあこれはそういうのもね、対策になってるんで、まあワンキル対策になるかって言われたら若干難しいところはありますね。おー、なんか 50% ぐらいでも強かったかなとは。で、春休み2大ボーナスキャンペーンで、同じく21日から、こちらは3月29までと、3月30から4月8日と、分かれてますね。で最初が友情パワー2倍です。はい、ここやり時ですね。今は今で経験値5倍ね、皆さんがっつり、やってると思いますが、こちらの、友情ボーナス2倍が3月21日からで、さっきのルーレットのキャンペーンが、またこれもね、21日からなんで、ルーレット回しながら友情2倍を回せるっていう感じですね。でその次にまたしても経験値が、3倍で、今度は3月30日から、4月8日なんで、ここが多分春休みの終わりまでかな。はい、さらにチャレンジミッション、禅王様と一緒に禅王玉を作ろう、3月の22からなんで、翌日からですね、さっきの、翌日から15日とちょっと長めで、禅王様なるほどね、禅王玉のパーツを集めて、これを作ろうという、ことですね。部品を10個集めて禅王玉を完成させようと。1回のプレイで選択できるパネルの数は、ミッション難易度やクリアしたスコアで変化するぞと。
30枚あるパネルの中から全容ダウンの部品を選択できる。なんかよくわからないですね。これノーマルハードボスで最高で3回と、難易度問わず獲得したスコアが、1、10、100、1000万、10万、20万以上でさらに1回と。このねチャレンジミッションでスコア20万以上出すっていうのは結構難しくて、チャレンジミッションっていくらボスとか倒したとしてもねスコアが5000ぐらいしか入んないんですよ。なのでゴッドボスとかだとね、ただ単にゴッドボス倒しただけで15万ポイントスコア入るんですけど、チャレンジミッションのボスだと本当に5000とか数千ポイントしか確か入んなかったと思うので、そこでちょっとこのね20万以上っていうのが難しく、なってきますね。まあまあこれは20万以上のちょっとあれですね、周回デッキあたりを、まあ、考えておきます。で全王玉の、作成数に応じてボーナスをゲット、1個目全王様からのご褒美アプリプラス経験値100と、であとはご褒美アプリと経験値がどんどん増えてって、こちらがもらえるということですね。自分チーム全員の記録を 25% 回復、気絶しなくなる。おー、これはいいんじゃないですか。2ラウンド目に、自分チームの気力を、まあ、1本回復の、気絶しなくなるって、ここがやっぱいいですよね。今あるアプリで、気絶無効アプリですね、あれの完全上位互換で、確実に手に入るって考えたら、これは皆さん取ってみた方がいいと思います。どの種族でもそうなんですけど、やっぱり気絶を無効化できるっていうのはね、すごいバトルにとってアドバンテージだし、まあ、敵チームがね2ラウンド目に気絶系のやつを、海洋神のフリーズとか、まあ、スーパーエナジーとかねまあ仕掛けてくることは多分いっぱいあると思うので、そちらの対策としてかなりいいと思います。まあ、女のカバーだとかもねかなりで選べるミッションが、3つと。あーなるほどね、2人いて、ウルトラクリア条件が一度も気絶せずに、勝つと。おー、あ、うまうん、うまぁ一度も気絶せずに勝ってウルトラクリアだったら、あーまあ20万以上狙えそうですね。はい、ちなみにこのウルトラクリアすると経験値5万、経験値5万じゃない、スコアが5万入るので、あと15万ポイントなんとかしようということですかね。で全王玉の完成数を競うランキングを開催と。なるほどね、なんか結構でかいイベントっすね。うん、大会みたいなのもやるっぽいんで。であとはね、まあスーパーヒーローズスタジオ勝ち抜きバトル、ん、なんだっけ、これはあれかな、大会か、小学生以下大会で、1戦ごとに100円がかかると。であれですね、シェンロンメダルやスタンプをゲットしよう。またシェンロンメダルゲットできるんだ、すごいねこれ。スタンプミスタースタン、うわーマジか、これ欲しいんだけど、小学生以下限定か。あーそっかそっかそっか、なるほど。いやーこれ欲しいですね。俺が連勝だ、2連勝と。まあじゃあとりあえず、あとはねこれです、アルティメットブースターパック、まあユニバースミッションバージョンと、こちらが、3月の31日の土曜日から、コンビニエンスストアでは3月24日から、先行発売と。値段が300円プラス税で1パックにつき、このオリジナルのカードが、3枚ついていますよと。で今回は、身勝手のゴフイとかがいて、これは兆しかな、はい。1パック目身勝手のゴフイ兆し、17号フリーザ復活で、2パック目、3パック目、4パック目、5パック目という感じで、まあ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 ここら辺は狙いのやつを、皆さんここでね見定めておいてください。はい、スクショとかで、まあ、こんな感じのセットで、入ってますよと。でカードリストで言うと、今回は、そうですね、そんなに気になったカードはないですけど、まあ、まずは身勝手の極意兆し、反撃への伏線スーパーエナジーと。で17号が永久エネルギー色長期弾、フリーザ復活が、奇襲の一手パワードレイン、ジレンが、不屈の精神で、必殺技はパワーインパクトなんでフルパワーじゃないですねこちらは。で高速の通撃で、トップが、冷静な指示ディスポ、あ、このディスポのイラストいいな、援護射撃でパワー4400で、マルカリータ、これはいいですね、狙いです。見破った戦法で倍増効果を無効にする。でこちらがなんというか優れてる点が、サポーターにしてもアビリティ発動して、アタッカーにしてもこのゴッドメテオが使えると。はい、まあ 2つのね使い方ができるっていうか、敵に倍増いなかったらアタッカーにすればいいんでね、うん、カードとしても使いやすいと思います。で、バドス、ウィスじゃない、3つの力、はい、こちらウィスのアビリティがバドスを持ってて、攻撃宣言で、ロックオンした敵を攻撃すると。まあこれはそうですね、連携させた方がいいかな。
で、ウィスが危険察知ガードドレイン HP3800 と、はい、天使系は HP 高めが多いイメージですね。で、ビルス逆襲のチャンス、はい、今回の身勝手のシークレットに合う、こちらのアビリティですね、パワー100未満仲間のパワープラス10000で、カウンターらし持ちからのヘレスが援護射撃の、また援護射撃ですね、パワー4500で、ラムーシが蓄える力の、スーパースターブレイクで、孫悟空ゼノ、はい、こちら2枚目の狙いです。圧倒的なスピードで、気力 50% 以上あると敵のチャージ速度を超速くする。で、毎回ですね。で、これ相性いいのが、合体戦士なんですよ。これ合体してゴジータゼノになるんですけど、この合体した時にね、前ラウンド開始で気力が回復するっていう、これが2本回復してて、まあ合体戦士って気力が結構余るイメージがあるので、そこで半分だけね余らせておけば、毎回発動できるのかなと。あとはパワーとガード 1.5 倍の、前ラウンド開始時チームヒーローエナジープラス3、はい、ゴジータゼノはね効果も強いですよね。で、それのパートナーにするベジータゼノ、的確な指示で、必殺を発動可能にすると、これはね、正直悟空が的確でベジータが、圧倒的なスピードプラス合体ゴジータ持ってて欲しかったなっていうね、悟空 UR です、この同じ組み合わせだったんで、またしても合体パートになっちゃってちょっとかわいそうなんで、まあ、それでも良かったのかなとは思いますね。で、イラストめっちゃかわいい、時の海洋神 HP3800 で絶好のチャンス、弱体のドローで、ミラの最終形態に合体するやつですね、はい、トアをパートナーにして効果が前ラウンド終了時に敵の全員の気力を、ダウンしてエナジーもマイナス2と、はい、気力ダウン量は超ダウンとか書いてないんで、多分1本から1本はないか2本ぐらいかな。で、勇猛な戦士で、与えるダメージが、1.5 倍になると、はい、パワーを高い敵攻撃した時ですね。で、とは的確な指示持ちの、高ステータスと、はい、いやー、これはなんていうか、前回の段で、あ、違う、今回ですね、 UM1 段で HP4000 のとわが、いるので、あれ UM1 段じゃないかな、8段かな、まああれと同じような感じですね。で、マジンダーブラゼノと、はい、仕組まれたままに高速のドロー、孫悟空、差し伸べる先頭来ましたね。ラウンド終了時、自分以外の仲間の気力がピンチになっていると、自分以外の気力ピンチの仲間全員の気力を全回復し、自分チームのヒーローエネルギーをプラス1回限りと、プラス究極龍拳で、またしてもここもねエナジープラス1とね、はい、いいですね悟空。で、ベジータが、冷静な指示で HP3600、 トランクス未来が、最後の希望と、はい、UR のトランクスが持ってたやつかなこれは。自分チーム戦闘力1万以上で自分のパワープラス、プラス8000、さらに、自分チームに孫悟飯未来がいると効果がアップして、1万2000ですねこれは、はい、1万5000のパワーを、出せるトランクス未来で、オーザルブロリー、はい、これもまた狙いです。いやー、いいなこれ、前回のオーザルブロリーが、ゴールドレアだったんで、まあ、全体的にこう金メッキで色がね分からなかったんですが、まあ、ブロリーのオーザルの特色として、この体毛が緑っていうのがやっぱ、いいよねっていうそういう話で、まあ、こちらは欲しいですね。はい、オーザルブロリーの暴発ですね、はい、同じ効果です。で、孫悟飯青年期のスーパーサイジ3、限界を超えたパワー魔戦烈光波、トランクス未来のスーパーサイジ3がまた援護射撃のパワー4600、はい、援護射撃もまた来てますね。で、悟空ブラックが起死回生の策、破壊の元気玉で、これもね、なんていうかカードがかっこいいんでこれも狙いです。で、ザマスが逆襲の、チャンス、はい、これもさっきのビルスと同じやつですね。で、孫悟空防御指示、ベジット3ですねこれは、スピリッツエクスカリバー勝利への確信、防御無視のロックオンバースト、これがなんていうか今のレベル上げ、イワン狩りとかに使えないのかっていう話になってくると、エナジー個数がここ7個なんで、若干微妙なんですかね。高い方のベジットはガードじゃない、エナジー6個で、確かバーサーカーの防御無視だったんで、多分1個多いとどうかなっていう、使えるかちょっと厳しいですね。で、ゴジータ3が奇襲の一手無力化攻撃と、おー、で、ゴテンク青年期でラスト、正義の死神、無敵の合体戦士と、いうことですね。
はい、まあ、今回はですね、公式サイトで発表された最新情報について、ご説明してみました。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。